メナヘム・ゴーランは、イスラエルの映画監督、映画プロデューサーである。重低のヨーラム・グローバスと共同経営した、キャノンフィルムズ社での仕事で知られる。キャノン社は1980年代から1990年代初頭に、かけて、数々の映画を制作した。代表作は、デルタ・フォース、暴走機関車、狼よさらばの続編などである。約200作品の映画を制作し、 44作品を監督した第8回バイオリンデビット賞とイスラエル映画賞を受賞。1999年イスラエル賞を受賞。ショーン・コネリー、チャールズ・ブロンソン、チャック・ノリース、ジャン・クロード・バンダム、シルベスター・スタローンといったスターを配した映画を制作し、数々のヒット作を連発、1980年代の全米バラエティ、チャートを賑わせた。 監督作として知られているのは、ウガンダにおけるエンテベ空港奇襲作戦を題材としたイスラエル映画サンダーボルト救出作戦である。同作は1977年アカデミー賞の外国語映画賞にノミネートされ、本作でのアカデミー賞受賞式への参加が以後のゴーランのハリウッド進出のきっかけとなった。制作作品ではイスラエル時代の グローイングアップもよく知られ、今もなお、イスラエル映画史上最大の人気作品である。国際的にも、大ヒットとなり、数多くの続編やアメリカでのリメイク作品、グローイング、アップラストバージンをも生み出した。キャノングループは1980年代前半、デルタフォース、暴走機関車、そして、狼よさらばシリーズ等の作品で、映画館に、長蛇の列を作り出した。 そして1980年代後半、ゴーランはコミックブックスタイルの映画の制作をいくつか手掛ける。ドルフ・ラングレン主演のマスターズ、超空の覇者がそれであり、ジャック・カービーのグラフィックノベルのシリーズをルーズに原作に撮っている。一方でイギリスを拠点に制作したスーパーマン4最強の敵が工業的に失敗したことで、キャノンフィルムズは悪名を得ることになる。続けて、 キャノンフィルムズは、イギリスのエルストリート・ミルトン・キーンズにある実写撮影所、及び、イスラエルのテルアビブのロケーション撮影で、スパイダーマンの制作を計画していた。当時は、ドルフ・ラングレンが、グリーン・ゴブリンを演じると言われていた。ドクター・オクトパスには、ボブ・ホスキンスが、候補に挙げられ、スパイダーマンの原作者スタンリーが、ジェイ・ジョナ・ジェームソン役で、仮面を出演するようアプローチされていたとも言われた。 監督には、チャック・ノリス主演作、地獄のヒーローや、地獄のコマンドでキャノンに、ヒット作をもたらした、ジョセフ・ジトーにオファーが出されていた。1986年、財務状態が悪化したキャノンフィルムズは、パティコミュニケーションに引き継がれた。ゴーランは代表を辞任し、キャノングループは1990年代初頭に、終焉を迎える。グループの崩壊に伴い、ゴーランは即座に、 21世紀ピクチャーズを設立中規模予算映画をいくつか制作した。ゴーランはスパイダーマンをスクリーンにかける試みの首謀者としても知られており、マーベルコミックスのキャラクターをプロデュースしようと数年間格闘した。しかし、1996年の21世紀ピクチャーズの破産と廃業を経て失敗に終わり、その時、 ゴーランを援助し映画に出資していた制作会社、カロルコピクチャーズも同時に破産している。ゴーランの資産は MGM にわたり、ゴーランが持っていたスパイダーマン映画化の権利も執行、契約期間も切れる。それを受けマーベルは新たに映画化権の改定を求めることになり、最終的にソニー、コロンビアピクチャーズがスパイダーマンの権利を手中に収めて2002年に映画化された。 ゴーランが国評を受けた作品に、ミュージカル映画、アップルザアップルの制作、監督、脚本がある。同作は、ロックディスコサウンドによる風変わりな教訓話で、そのあまりの悪趣味さから現在では、キャンプクラシックとして一部の映画マニアから、熱烈な支持を受け、カルト映画としていくつかの史上最低映画リストに、ランクインしている。しかしながら、ハリウッドの風雲児として、 名を馳せた、ゴーランの名は、イスラエル映画界で巧妙であり、母国の大学の映画学科で教弁を取ったほか、テルアビーブのアズリエリーセンターにある映画館は、ゴーランイコールグローバスの名が付けられている。キャノンで制作法を務めていた、アビラーナーが起こした、独立系、スタジオ、ニュー、イメージ制作の80年代アクション映画への、オマージュ的作品、エクスペンダブルズ。 エクスペンダブルズ2の世界的メガヒットを受けてかつてのキャノン作品の再評価が高まりキャノンフィルムズにスポットを当てるドキュメンタリー映画エレクトリック・ブーガルー・ザ・ワイルド・アントールド・ストーリー・オブ・キャノン・フィルムズが公開された2013年のアクション映画アーラン・クワターメインザ・ジュエル・オブ・ザ・イーストにてスクリーン復帰が発表された2014年 訪問先のイスラエルのテルアビブヤファで死去85歳。画像サイズイコール 250px 画像、コメントイコール本名イコール出生地イコール、テベリア死没地イコール、テルアビブヤファ国籍イコールイスラエル、身長イコール。ありがとうございます。